こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴感謝します。ありがとうございます。今日はシンコペーションベーシック1の5ストローク読みというのをやっていきたいと思います。5ストロークっていうのは、右、左、左、普通に5ストロークっていうと、右、右、左、左で使うんですが、まあ僕の理論でいうグランドロールって言って、ずっとこの6連符が鳴ってる感じで、演奏する感じだから、3連符の間をダブルで埋める。アクセント以外の音を全部ダブルにすると5ストローク、ここが5ね、こういう風になっていくということですね。音符の1番は、音符の1番はこうなります。2番は、3番は、4番は、5番は、6番は、7番が、0番。というふうになっています。これらを組み合わせると、シンコペーションベーシック1の、5ストローク読みっていうのができると思います。どうやって使うかっていうと、シャッフルとかで結構ゆっくりの、これだけだとスピード感がどうしても遅くなってしまうので、実際の演奏では全部埋めるわけではなくて、埋めたいところ、ところどころをこう、ノーアクセントのところを倍にして、スピード感を保つというか、これができるようになってくると、逆に今度は、全然このダブルを出さなくても、スピード感を保って演奏できるようになります。倍のリズムのレイヤーが増えるわけなので、この6連符がずっと頭の中に鳴ってて、その上で演奏するとやっぱりスピードがやっぱりつくので、使う使わないは別としても、これはぜひ、習得していただきたいということで。それでは、エクササイズ1からやっていきたいと思います。ゆっくりから。1、2、3、4。2番。3番、1、2、3、4。4番、テンポアップしてやってみたいと思います。エクササイズ1、1、2、3。2番、1、2、3、4。3番、1、2、3、4。
1, 2, 3, 4 続けてシンコペーションベーシック2番のボキャブラリーいきます。8番、9番、10番、11番、エクササイズ1番、1, 2, 3, 4 2番、1, 2, 3, 4 3番、1, 2, 3, 4 4番、早くやります。エクササイズ1 1, 2, 3, 4 2番、1, 2, 3, 4 3番、1, 2, 3, 4 4番、1, 2, 3, 4 5番、1, 2, 3, 4エクササイズ3番いきます。ボキャブラリー12番、ボキャブラリー12番、せーの、13番、14番、せーの、15番、せーの、じゃあエクササイズ1番から、1, 2, 3, 4 3番、1, 2, 3, 4
早くやります。エクササイズ1、1,2,3,4 2番、1,2,3,4 3番、以上、シンコペーションベーシックの1から3番の5ストローク読み、まあドラッグ目というふうに呼んだりもしますが、よく使うフレーズです。ちょっと遅いテンポのスイングなんかとかシャッフルなんかの時にフィルインを入れる時にこれがスッと出てくるとかなり、使い勝手はいいと思います。以上、これが参考になったなって方はいいねを押していただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メルマガ、登録していただけると、この参考の譜面がダウンロードできるようにしておきますので、よければメルマガ登録してください。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。